そちおちです。こんにちは、てっちゃんです。りっちゃんです。はい、今回はですね、学校のどこにでもいる怖い先生のあるあるを紹介していきたいと思います。それでは怖い先生あるあるどうぞ。はい、授業始まるよ。はい、教科書48ページ開いて。やって先生、教科書忘れました。はぁ、お前何で忘れて忘れてきてんのよ。あ、またかお前。えっちゃん、あ、忘れてる。お前ちょっと忘れてる。ちょっと忘れてるじゃないですか、お前。あ、先生ちょっと職員室忘れ物した。ちょっと取りに行ってくる。先生も忘れ物いいじゃん。ねえねえ、昨日のさ、カスタムリポンドのさ、動画見た？見た。え、カリフラの見た？あ、見た。あれめっちゃ面白かった。うん、PV とか出してて。あ、そう。大きいとかね。めっちゃかっこよかったよね。かっこよかった。こんなうるさいクラス、授業できないな。勝手にした。反省してる？はい。今回だけだぞ。じゃあ後で行くから教室戻って。はーい、分かりました。はい、新田さん、これ分かる人？はーい。どうぞ。おれちゃんは兄さん、兄さんでしょ。お前何だったんだ。そんなわけねえだろう。お前兄さんなんかいねえだろう。じゃあ、りっちゃん、これなんだ。ラボですか。当たり前だよ。ちゃんと覚えてたわ。じゃあ、この問題、わかる人？はーい。はい、えちゃん。これは、田んぼの田。素晴らしい発想だね。君は将来ノーベル賞を取れるかもしれないね。してんだよ、お前。おお、指輪までしてんだよ、お前。ネイルもしてんじゃん、お前。何やってんだよ、お前。どこから頑張ってんの、ここ。学校。おい、後からの職員室来い。わかったな。ああ、にゃら。じゃあ次は、りっちゃん。おお、お前はさすが。なんでこんなに1ミリちょっとずれてんだ、今。1ミリずれてるよ、お前。ずれてるでしょ、お前。服しわしわだじゃん、お前。なんでお前、服しわないよ、お前。え、髪の毛も跳ねてるじゃん、お前。お前一回ちょっと帰れよ、お前一回帰っても、お前。すいません。はい、じゃあ今日は絵についての授業やるんだが、ちょっとまず男子から聞いていこうか。じゃあ男子の方から、おい、これな、どういう絵か分かるか。あ、なし。あ、ちげえよ。おい、俺の絵が下手くそって言ってたか、お前。おい、おい、男子情けねえな。おい、女子の、じゃあレクチャー、これ何か分かるか。ペンギンですか。見えるよなペンギン。ちょっと先生の絵がちょっとペンギン見えちゃったな。これゴリラなんだよね。男子分かったか。ゴリラだぞ。なるら、やばい。次の授業テストじゃなかったっけ。何、マジ勉強しない。やばい、全然勉強しない。教科書26ページ。
ホームルーム、君たちに大事な話があります。何？他の担任の先生から聞きました。このクラスの提出物率が一番低いと。先生情けないよ。もう勝ちたいもん俺。情けないよ。何がホームルームパーティーだお前ら。バカかお前ら。浮かれてんじゃないよ。全員今日は反省文を書いてもらいます。提出は放課後まで。出さないやつは部活行かせねえからな。よし。はい、ということで、怖い先生あるあるでした。いかがだったでしょうか。みんなね、どんな感じだった怖い先生って。いやでも、うん、なんか怖い先生来ると静かになった。それめっちゃわかる。その先生によって結構違うよね。うん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 。いやでも私はさ、うん、結構体育の先生とか、あと、うん、部活の顧問の先生とか怖かった。怖かった怖かった。はい、というわけで、皆さん共感したと思ったらですね、コメント欄にどしどしコメントしてってください。それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram をチェックしてみてね。また翻訳のご協力もよろしくお願いします。よろしくー。